悪いが鹿丸君、俺のメガネをそっちの壁の方へ向けてテーブルの隅に置いてくれないか。の奪還、しかしあなたはそれを成し得ることを隠し、おかしいか。いつでも取りに行ける郵便物を代わりに取りに来たのは裏切り者の発見を意図してのこと。おかフロム、愚か者の隠れ蓑としてな。初耳ですな。などありえない。つまりお前たち二人が結託して引く。これは一体俺を逃がした、カワキを逃がしたこと自体を責めるつもりはない。動機がし、そこに興味がある。チャクラの実を得ることがリンナーズ徳がある。チャクラ何すぐに殺しはしない。いろいろと喋ってもらうぞ。チャクラの身になど興味はない。私は初めて。どういうことだ。君たちとの戦いで次元は激しく消滅、絶好の機会なんだ。今この時がな。私を殺す。さよう。それこそが、あいつはお前たちのリーダーだったはずだろ。俺も生きる意味か。哀れな動く駒、奴に利用されるだけの道具に過ぎんではないか。縁談不愉快極まりない術。これはおい、どうなってる。おそらくは通信障害だ。直に深く進めようじゃないか。下手な小細工するんじゃねえぞ。僕たちを甘く見ない方。大筒きになったが正解だ。もともとは俺たちと同じ人間だ。をする前に大筒きとは何者なのか、まずそれをはっきり言えば迷惑な宇宙人ってとこか。迷惑な人こそが迷惑極まりないガーデニング。そう、真珠。そして星に生きる全ての命からチャクラを吸い上げる。世界が一度滅びかけた無限つくやみと同じ仕組みだよ。さて大きな実をつける。チャクラの実か。そうだ、自らアップデートする。そうやって進化し続ける種族なんだ。実は真珠の再生を企てた事件だね。あれはビクターが勝手にやったことだ。その一員だったってことだろう。だが俺と孤児はどうした。その理由を考えていた。私の目か。だがボルトにもカーマがあることに気づくと計画を別に有利と判断したからだ。切り札であるカワキを君らに託す。がいたければご自由に。だがそこにいるサスケ君は違うなったはずだ。時空間忍術でしかたどり着けないあの場所の。ないずれ木ノ葉の協力を必要とする事態は想定していた。確か前にあいつがそんな話していたな。何なんだ一体。すごい力を持ってたって聞いてるけど。君らが大筒きは星を襲うときは必ず十尾を用いる。なぜならそれが真珠となり星を喰らい尽くし、やがてチャクラの実を実らせるです。それが大筒きなのだ。多分違う。それをしているのは次元ではない。次元に行きたいならせめて防護服を着ろってさ。はあ？なん？爆発なんかするわけないっしょ。聞いた。奴が大筒きになったのはカーマが原因なんじゃないのか？話せ。カーマとは一体なんだ？そう。死ぬ覚悟はできてるんだろうな。その言葉意識だと。そう、それが次元の正体。いや、やつは遥か昔にこの星にやってきた。大粒へチャクラの実を収穫すること。だが問題が起きた。何があったのか、実の毒腺か、今となっては知る由もないが、それたまたま近くにいた修行僧の体を乗っ取り生き延びた。この時次元にカーマをつけたのか。
大筒木はカーマに入る前にそろそろ返事を聞かせてもらおうか。他要求するのは火の国の法に基づいた正式な形での亡命だ。今はお互い時間が欲しいからな。うん、その意思確認だけだ。俺にとっては唯一の保険だからな。悪いな。はい。だがことはそう単純ではなくてね。ボルト君の何が起きたのか。モモシキは戦いの最中、自分自身は圧縮された大筒木のバックアップファイルなのだ。今この瞬間もそれは続いている。そして全てのデータが解凍存在は完全に消滅する。そうやって大筒木は復活を手立てはない。もっともモモシキの復活そのものはモモシキになる。解凍された大筒木のデータは全身に溶け込む。コーヒーに入れた角材大筒木意識は次元の体を乗っ取った。だが奴の顎にはまだ時点で意識はまだ復活していないことになるんじゃないのか。お前何がおかしいんだよてめえ。よせ近まる。俺の亡命はすでに見ふざけてなどいない。サスケ君の指摘はなかなかに鋭いが、一つお続けろ。意識は次元の意味、理由は単純だ。瀕死のダメージを負った彼には少なし粉で自らの体を小さくし、耳の穴から次元の体そうまるで寄生虫のようにな。やがて奴の体を文字通り乗っ取った。意識は今も物理的なのがその後だ。意識本来の形で復活するためにな。読みろ意識。どうしてだ。次元にカーマがあるなら、だって本来最も重要となるのがその対象となるもの。彼にとって意識のチャクラは強大すぎた。次元の体はチャクラに耐えきれない。せいぜい2日もすれば死んでしまうだろう。意識のための新たな器、それがカワキか。エルトでも、ええ、小締め、ドトンで床に刻印を。口寄せの術。何かと思えばこの後に及んで炎を。貴様、もはや打ち手はない。この世の終わりってやつだ。カーマン、やり方がないわけではない。教えてやろう君。